に入ったけど使い方がわからないんじゃな。正しい育て方って言われてもね。でもまだ全部の紋章が見つかったってわけじゃないんだ。まずは紋章をすべて集めてから、それから考えることにしませんか。なんだ。クワガモンです。タイチ危ない。アクモン、タイチどうしよう。どうしようって。アクモン進化しろ。進化だ。でも、もし失敗したらグレイモンになれなかったら。何やってんだよ。もうダメ。ピッタボブ。何が起きたんだ。クワガーモンがピッ、この未熟者め。は、俺のこと大丈夫か、パイチ。何あれ、変なやつ。ああ、あなたピッコロモンね。かわいい。クワガーモンをやっつけたのはピッコロモンだったのね。ピッピッピッ、私の魔法の威力見たか。はあ、君たち選ばれし子供たちなんでしょ。危なっかしくて見てられないっぴ。そんなんじゃ紋章のタグを手に入れても宝の持ち腐れだっぴ。可愛くない、このデジモン。デジモンたちもみんなたるんでるっぴ。努力と根性が足りないっぴ。あたし努力嫌い。よって君たちみんな今日から私のもとで修行するっぴ。修行？特にそこの君と君。俺？僕？二人は重傷だっぴ。スペシャルメニューで猛特訓だっぴ。さあ、一緒に行くっぴよ。どうします？どうなんだ、あのデジモン。口うるさいけど、悪いデジモンじゃないよ。黒い歯車もついていないみたいだし。太一はどうなんだ。いいんじゃないか。じゃあ決まりだね。何をしてる、早く来るっぴ。はい。あれが私の修行場だっぴ。あんなところまで登るの。実は僕たちエテモンに追われているんです。あまり一つの場所に長居していられないんだ。心配はいらないっぴ。私の結界で外からは見えないっぴ。大丈夫かな。信じるしかないわね。うそー、やっぱり登るんだ。ファイトよ、ミミ。はあ、ああ。ミミ、喋る元気もないのね。これくらいでバテるとは情けないっぴ。最初の修行は床を雑巾掛けだっぴ。雑巾掛け。なんだ。重症の君はスペシャルメニューっぴ。準備万端なら私に話しかけるっぴ。ああ、わかったよ。修行を始めるとしよう。大丈夫かな。頑張れよ、タイチ。ハグモンならきっと大丈夫だよ。うわ、真っ暗闇だね。こんな洞窟で一体何をするんだ。これじゃ何にも見えない。洞窟の奥からある大切なものを取って戻る、それが修行だっぴ。大切なもの。
それだけ？もっと詳しく。それを探すのも修行だっぴ。太一見てないか。いえ、太一さんたちまだ戻ってきませんね。大丈夫なんだろうか。気になりますね。タグが光ってる。僕のタグもです。この近くに紋章があるんだ。探しに行きましょう。ああ、どこに行きますねや、お二人さん。俺たちは置いてけぼりかい。カブモン、テントモンも寝てたんじゃ。目が覚めましたんや。タグが光ってましたやろ。紋章探しに行くんだろ。連れてってよ。分かったよ。みんなで力を合わせて探しましょう。タグの光り方から考えると、紋章はこっちの方か。僕のタグも同じです。じゃあジャングル探検と行くか。そうですね。ここへ来るとき、ピッコロモンが作った光の道か。結界の端まで来てしまったみたいですね。しかし、タグの反応はこの先でして。どうする。ここまで来たんです。行きましょう。そうだな。砂漠に戻れたみたいだ。ヤマトさん、あそこの井戸です。タグが反応しています。本当だ。井戸の壁が光ってる。中に降りてタグをかざしてみましょう。大丈夫ヤマト。心配するなって。デジモン様、K1 のエリアに反応を確認しました。
やったじゃない。P1 のエリアはディラノモンの縄張りね。よし、選ばれし子供たちに目に物見せてあげるわ。見ろよ、これが俺たちの紋章だ。うわぁ、やったね、ヤマト。小四郎反応もバッチリですな。ええ、これで4つ目の紋章ですね。なんだ。うわぁ、逃げろ。ねえ、聞いた？ヤマトたちのこと、紋章探しに行ったらしいわね。ああ、こんな修行だったら私も紋章探しがよかった。ミミ、カッツ、みんな他に気を取られておるぞ。そんなこと言ったって。ヤマトたち大丈夫かしら。あっ、結界が破られたっぴ。ヤマトと幸四郎が危ないっぴ。早く二人のところへ行くんだ。大地、ねえ大地、起きて。ここどこだ。わかんない、洞窟の中にいたはずなのに。船が流されてる。どこに行くんだろう。あ、なんだあれは。おっきな橋みたいだけど。ここは、この橋見たことあるぞ。うん、そう。何やってるの。さあ、自転車に乗る練習かな。自転車、そういう乗り物があるの。あ、どうしたの。あれ、あれだ。え、あれが太一。ダメだよ、俺自転車なんか乗れないよ。諦めちゃダメだ。誰。一度や二度の失敗で諦めちゃダメだ。自分を信じろ。今度こそ大丈夫って。うん、わかった。ありがとうお兄ちゃん。忘れてたよ、アグモ。へこたれちゃダメだってこと。僕だって同じだよ。だからグレーモンになれなくなっちゃってた。またアグモを変なデジモンに進化させちゃったらって弱気になってた。二人で力を合わせれば僕もう一度進化できるような気がするよ。皆さん、助けに来てくれたんだ。大丈夫？ It's showtime！ 寝てもん！集まってきたわね。あれ、やっちゃうわ。行くわよ、ラブセルナーデ。しまった。力が早い。今よ、ティラノモン。これ以上は太一たちを待てないっぴ。不本意だが、私がティラノモンを。みんな、太一、よく帰ってきた、選ばれし子供よ。みんなまとめてやっちゃうわよ。行きなさい、ティラノモン。アグモン、進化だ。Come to me, boy.
ガキンチョ負け。やったよくやったっぴ、選ばれし子供たち。でも洞窟で何も見つけられなかった。見つけたでしょ、大切なものを。わからんなら、よいよい。俺たちも紋章を見つけたんだ。僕もです。本当か、やったな、ヤマト、コウシロウ。本当、ありがとうございました。お世話になりました。うん、君たちの修行はこれで終わったわけではないっぴ。人生すべて修行っぴ。負けずに頑張るっぴ。はいはい、頑張れ、選ばれし子供たち。勝負強くなれる特訓がしたいんです。ジョーはここぞって時に弱いので、よろしくお願いします。自らの弱さを知り、教えを受けに来るとは感心感心っぴ。わしの修行は厳しいっぴ。覚悟はあるっぴ。はい、目指せ医学部。よくわからんが、まあいいっぴ。まずはじめは体力づくりっぴ。
欲欠って苦手なんだ。もっと頭を使って勝負強くなれる特訓ってないのかな。わかった、別の修行を用意しよう。ついてくるピやったぞゴマモン、ここからは僕の独壇場だぞ。オイラ頭を使うのは苦手なんだよな。どんな修行だろう、楽しみだな。ピックロモンの言う通りに奥に来たのはいいけど、何があった？暗すぎて何も見えないや。向こうから何か来るぞ。デジモン？なんだろう。僕？実は僕、来年受験を控えてまして、勝負強くなれる特訓がしたいんです。ジョーにそっくり。言ってることも僕が言ったことそのまんまだ。僕体力系って苦手なんだ。もっと頭を使って勝負強くなれる特訓ってないのかな。なんだこれは。ずっと愚痴ばっかりじゃないか。うん、いつものジョーだよ。これが僕？自分から修行に来ておいてこんな泣き言ばっかりだなんて、自分が恥ずかしくなってきたよ。え、消えた。ゴマモン、ピッコロモンのところへ帰ろう。でも修行の続きは？これでもう終わりだよきっとね。ピッコロモン、洞窟に出てきたもう一人の僕は君の仕業だったんだね。いかにもだって。修行に来たのに自分の得意なことばかりやろうとしていた自分が恥ずかしいよ。そこに自分で気づいただけでも大きな成長だって。ピッコロモンに褒められるなんてすごいよジョー。これからも修行に励むっぴ。今回は特別にこれをあげるっぴ。ありがとうピッコロモン。己を鍛えたくなったらいつでも修行に来るっぴ。うん、必ずまた来るよ。